この物語は長年看護師を養成する教員として働きながらも現代医療に限界を感じていた私があるワークに出会い、エネルギーを上げることで多くの方の心と体を健康にして幸せにしていった嘘のような本当のお話です。痛みや人間関係など心身の不調に悩んでいる方、何かにチャレンジしたいけど躊躇してしまう方、やりたいことが分からず人生の壁にぶつかっている方、そんな方には最後まで見ていただきたい動画です。私は1957年2月21日、宮崎県小林市に生まれた。父、母、私、妹の4人家族。父は高校の数学教師で勉強熱心な人。大正生まれで厳しく育てられたそうで、いつも座卓に正座して勉強していた。数学に興味を持ってもらえるように鉄腕アトムのイラストでベクトルを説明するなどの工夫をしていた。母は専業主婦で何でもできる人。若い頃は着物の洗い張りや縫い直しをしたり、セーターを作ってくれたりした。料理が得意で、毎日のお弁当が楽しみだった。妹とは4学年違い。小さい時はよく一緒に遊んだが、小学校からはお互いの友人と遊ぶことが多かった。子供の頃は、近所の子たちと缶蹴りをしたり、小川でサワガニを取って遊んだりして元気だったのだが、寝込むこともあり、体が弱いと言われていた。中学校では思春期ならではのクラスの揉め事が多く、担任に反抗していた。家では母に反抗して、ドライブに誘われても家に一人で残っていた。運動が好きでテニス部に入っていて、水泳大会にも出場した。高校生の頃は友達と遊ぶのが楽しくて、家に泊まりに行って勉強したりしていた。保健室の先生とおしゃべりするのが楽しくて、養護教諭になりたいと思った。看護師から養護教諭になれると聞いて、横浜の看護専門学校に入学した。親元から離れて初めての寮生活。全学年がいる4人部屋で、3年生はとてもお姉さんに感じられた。朝から夕方まで看護学、医学などの授業があり、長期間の病院実習もあり、ハードな勉強をしながらも学生生活を謳歌し、晴れて看護師になることができた。看護の仕事や患者さんと関わるのは楽しかった。整形外科では、手術後ベッド上で動けない患者さんが、背中が痒くなった時のために、ガーゼを縛って結び目で背中を擦れるようにするなど、快適に過ごせるように工夫するのが面白かった。看護は想像力と想像力が必要だと思った。内科では、糖尿病など慢性疾患の方が多く、入院治療で良くなっても家に戻ると同じことの繰り返しで徐々に悪化する。医療が治すのではなく、その人が変わらないと良くならない。医療や看護に限界を感じて、看護師を辞めて大学に行くことにした。大学では心理学、社会学、教育学を学んだ。神経心理学の勉強で脳損傷した方が読み書きなどの障害レベルを測るテストをした。今までできていたことができないことを認めざるを得ない。患者さんの心の痛みが伝わってきた。障害を受けた人が通常の生活ができるようになるには看護の役割が大きい。もっと看護について勉強したいと思い、卒業後に看護教員の養成学校に通って短大で看護師を育てる職に就いた。指導法に悩むこともあったが、学生が成長することに大きなやりがいを感じていた。そんな時、母が脳出血で倒れた。左半身の麻痺で高次脳機能障害もあり、長期のリハビリが必要だった。仕事と看病を両立しなければならなかったので、看病を中心にする決断をした。母の面倒を見ていた父にも脳神経の腫瘍ができ、手術とリハビリをすることになった。その後、母が2回目の脳出血を発症した。父は母とコミュニケーションが取れなくなったことが相当ショックだったようで、翌年胃がんになり亡くなった。6年後、母も亡くなり、15年間の看病中心の生活が終わった。その後、勤めていた看護短大が閉学になり、新設の看護大学に移動した。短大から来たことで、教育能力や研究能力が劣ると見られて、教授に嫌がらせをされた。会議で授業計画を話すと、質問攻めやダメ出しをしてくる。短大から来た教員だけ研究費を減らされるという意地悪もされた。それでも学生を成長させることで
少しずつ認められるようになった。定年を迎えた時、教育はやりきったと思えたが、長年医療現場にいながら、がんや脳卒中の両親を救うことができなかった。私の人生って何だったんだろう。これからの人生どうしよう。と途方に暮れた。西洋医学は対処療法で、原因に対して治療することはできない。病気にならないようにするには何をすればいいのだろう。自分にできることはないのかと焦りを感じ、中医学などの代替医療を勉強するようになった。その中で CK ワープというエネルギーワークに出会った。施術後の変化を見て素晴らしいものだと感じ、半年間勉強した。病気は何かの記憶が原因しているので、それを明らかにして光を当てることで症状が軽くなっていくというもの。私にも様々な症状が出ていたのは迷いの表れだと気づいた。病気を治すより魂がその人らしく生きる施術を行う。学生を教えていた時も、親に言われて通学している子は頭がいいのに看護実習がうまくいかない。やりたいことを見つけたらうまくいく例をたくさん見てきた。楽しく明るく、その人らしく生きることが大切だと改めて気づいた。私は足腰の痛み、慢性の疲れ、気力の低下など様々な悩みを抱える人に CK ワープを提供することにした。施術をした人の変化を目の当たりにして、お客様に喜んでもらうことで私自身の人生が好転していくことを実感している。多くの方に施術するうちに、その人のエネルギーが上がることによって身体的な症状が軽減するばかりでなく、人間関係が改善し、悩みや不安が軽くなって人生をいい方向に向かわせることが分かった。ここでお客様の声をご紹介。パート勤務50代の山下さん。疲れが溜まっていて、仕事をしていても頭や足が重く感じていました。よしこさんの施術を受けた後はすっきりしてとても楽になりました。その後も体が軽くなったと感じ、気持ちも前向きになりました。看護師40代の白川さん。信頼されていないなと感じていた患者さんが CK ワープの施術を 2,3 回受けた後、信頼してくれるようになりました。同僚からは表情が明るくなったと言われ、心が軽くなったような気がします。病気の原因は自分自身にある。多くの方が生まれてきた目的に向かって生きること、何をしたいかを明確にしてやり遂げることを望んでいても、様々な要因でできないでいる。その原因となる体験や記憶に気づき、克服することによって苦痛から解放される。私はこれからも多くの方のエネルギーを上げることで、心身の悩みを軽減して自分自身と向き合い、人生を輝かせるサポートをしたい。人生の目的が見つからない人には、一緒に探すことで力になっていきたい。私のこれからの人生がとても楽しみになってきた。ここまでご視聴いただいた方に、気になる症状から人間関係や感情などの課題が一瞬でわかる PDF を無料でプレゼントしています。ぜひ以下のリンクから申請してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。